Marvelous. Senran Kagura. So, you go.始めようぞ。どうした、アスカ。しっかりしろ。アスカ、忘れたとは言わせないぞ。お前を倒すのはこの私だ。もちろん、分かってるって。だったら、さっさとこいつを倒して、二人の決着をつけるとするか。 私は負けない。絶対に負けない。忍びの道を極めるまでは。 早くみんなと合流しないと。 これで全員揃いましたね。遅刻は厳罰に処す。いろいろ揉んであるから早く来い。
葛城、静かにしろ。敵に気づかれたらどうする？アスカちゃん、いよいよだね。ひばり、頑張るよ。イカルガさん、カツネ、ヤギウちゃん、ヒバリちゃん。当たり前だろ、アスカ。あたいはまだまだみんなにセクハラしたいんだ。こんなところでやられてたまるかよ。カツラギさん、こんな時までセクハラですか？もう少し緊張感というものを持ってください。イカルガ、緊張はすればいいってもんじゃないぞ。あたいの見たところ、お前、体が緊張でカチコチじゃないか。よし、その硬くなった体をあたいが揉みほぐしてやるよ。それ、おっぱいをもびもびっと。ダメです。ちょっと何を考えているのですか、こんなところで。いいな、ひばりも緊張してるから、カツネに揉みほぐしてもらおうかな。待て、ひばり、謝るな。ひばりの大切な体をカツラギの汚れた手で触らせる必要はない。どうしてもというのなら、ひばりを揉みほぐすのは俺の仕事だ。もうカツネもヤギウちゃんも相変わらずなんだから。まったくだ。カツラギさんが言うことじゃありません。どうしたのです？笑顔っていいよね。確かにその通りだな。笑うっていうのは気分いいよな。私思うんだ、善人は正義のために舞い忍ぶ。でもその正義って何なんだろう。私には難しいことはまだよくわからないけど、みんなの笑顔を守るために戦うのが正義なんだと思う。そうですね、私もそう思います。うん、ひばりも世界中の人が笑顔でいられるように頑張る。だからみんな、絶対に超秘伝忍法書を取り戻そうよ。みんなで善人にならなくっちゃ。あ、そうだな。それじゃ行こう。みんな必ず生きて一緒に帰ろうね。おう。進む。
決しまう。よし。イカルが舞い忍びます。任務開始。私の相手はあなたでしたか。当たり前ですわ。お金持ちのお嬢様のお相手は貧民街生まれの私がお似合いです。お金持ちには死あるのみ、お嬢様にもまた死あるのみ。私はここで死ぬわけにはいきません。やらなければならないことがありますから。やれやれ、本当にお金持ちの心持ちというのは野良犬のように貪欲なのですね。温かい家も美味しい食事も優しい家族も何もかもよくもまあ抜け抜けと
そのお上品なお口はどれだけずうずうしい言葉を吐けば気が済むのでしょう。ヨミさん、私は自分の意思で今の家に生まれたわけではありません。なるほど。だからお嬢様ということで恨まれるのは筋違いだと、逆恨みだとおっしゃるのですね。いいえ、違います。私が法王財閥の人間であることが許せないというのなら、いくらでも話を聞きましょう。ただ、お嬢様が成し遂げたいものとは何ですの？もちろん、忍びになることです。いいえ、お気になさらずに。私も譲る気などありませんから。この件でお嬢様を真っ二つにすることを。いざ尋常に参りつけ。お金があれば幸せとは言い切れない。技ありきれません。だから新しい技をひらめきました。技あり。それがお金持ちの言い分なのです。私は幼女です。私自身はお金を持っていません。私たちが戦う定めだというのなら、お金持ちも貧民街も関係ありません。裸の二人と、そんなに戦いましょう。完了です。